100点100点だねこれ。ついに出ました100点100点満点出ました。そしてこのパドルも形がちょっとアルファベットの E みたいな、うん、それは完全にあれでしょ、狙ったね、狙ったでしょ今。ちょっと E っぽいだ。車的には100点ですよ、この、うん、僕が言うまでも9円はね。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG E53 クーペ2021年式5300キロ、こちらの車両になります。激レアさんを連れてきましたね。激レアさんが入ってきました、はい、あの中古車情報サイト見て2度びっくりしました、はい、少なっ少なっ、はい、でしかも今回ご紹介させていただくのが2020年にマイナーチェンジした後期型ということで、はい、後期型だとさらに台数が少ない、はい、もう数台じゃないですか。そうですね、はい、もう片手でこう収まっちゃう。私が一応ねこれ買い取りなんですけど今回、はい、あのお話しいただいた時は1台しかなかったです。あ本当ですか。まあ、今ちょっと増えてますけど、はい、もう激レアという。激レアさんです。そして日本でのこのクーペの人気のなさをちょっとこの痛感しました。クーペの人気のなさなのかな。クーペ人気なくないですか。スポーツクーペとかってすごく重要だと思うんですよ、うん、ただこのラグジュアリーとかコンフォートの方向に振っていくとどん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 こう、うん、そうですね、はいはい、ただ車はやっぱりめちゃくちゃいいんですよね。そう、私もその正直今回その買い取りさせていただくまでは E クラスクーペって正直そんなにちょっとスポット当ててなかったんですけど、実際こうね買い取りさせていただくにあたったりこういろいろ見ていくと見直しましたね、はい、めちゃくちゃいいんですよ。特にあのドイツ53系、まあ、最近あの M5 を東京店で撮影させていただいたんですけど、うん、あの特にドイツ53系の E セグメントの力の入れ方ってすごいなと思って、うんうん、ああそうですね。だからやっぱなんか、ね、中途半端ってなんかモデルだけになっちゃいますけど、いや全然違うぞというところありますよね、まあ、捉え方によっては中途半端っていう捉え方もあるんですけど、うん、結局そのコンフォートなところとスポーツのところがこう、うん、せめぎ合うところじゃないですか、うんうんうん、でやっぱりこのトップレンジの AMG って、はいはい、両方がすごくこう高い次元で両立されてるんで、はいはい、まあ、ちょっとこのスタイリングとあとドアの少なさ、はい、だけ受け入れられたらめちゃくちゃいい車じゃないかなと、うん ですね、でそんな中今回、はい、この色も、はい、あのその中古車情報サイトもあの新旧含めていろいろ見たんですけど、はい、あのこれだけでしたかこの色がね、はいはい、でこの色が、一応パタゴニアンレッド、はい、これなんか後期からの新色なんですか。そうですね、まあ、新色になりますね、はい、でこれが優勝カラー。優勝カラーですね、はいはい、これちょっとあの動画で伝わるか分からないですけど、うん、僕個人的にはですよ、はい、めちゃくちゃいい色だなと思った。そうですね、はい、で結局あの白黒やっぱり人気じゃないですか、はい、やっぱりもちろんその白黒のリセールの良さとか、うんうん、なんかこういい意味で目立たない感じってあるんですけど、はいはい、やっぱりこうクーペとかカブリオレとか、うん、ちょっと色気の車ってちょっとこの色で遊ぶというか、って必要くないですか、はい、そうですね。だからこれも本当にあの、まあ、さっきの話持ってます。買い取りの時に赤ですって聞いて赤のクーペかって言ってまあまあかっこいいのかどうかなって見に行って瞬間にあもうありだなと思いましたね。これめちゃくちゃかっこいいな。新車で選ぶってこれ結構勇気いると思います。そうですね、はい、でいろいろなんか想像できたんです、はい、ちょっとあの女性の方が降りてくるところ、はいはい、ちょっと年配の男性のちょっとダンディーな方が乗ってても似合うし、逆にちょっとそのおしゃれに敏感な年齢層若い方でも、はいはい、もしここ届くんであれば、はい、乗ってたらめちゃくちゃかっこいいな。かっこいいですね、はいはい、ただリセールとか見た目というかその、はいはい、目立っちゃうとか、はいはいっていうのはちょっとやっぱり個人差あると思います、ね、そうですね、はい、そこはちょっとあのご了承いただきたいんですけど、はい、僕的にはめちゃくちゃかっこいいなと、はいはい、いい車だと思います。であと外観、はい、後期ってことなんですけどヘッドライトとグリルが結構変わったっすね。変わりましたね、はい、全体的 なんか形が変わったからですかね。そうですね、はい、あのグリルとヘッドライトもちょっとこういう切れ角になって、はい、デイライトの部分がちょっと目立った、はいはい、こんな感じのヘッドライトになって、ただこれ結構傾斜してるんですね、グリルね。グリルのこのここのベンツマークの。あ、ベンツマークのね。ああ、ちょっとあの垂直というよりかは、はいはい、あ、横から見るとね。そうなんですよ、はいはい、ちょっと前傾の、はい、でなんかちょっとそのスタイリッシュな感じと、うん、なんかスポーティーな感じ、うん、この辺のニュアンスでも結構違うのかなと。あとバンパーはあのもちろんその形違いますけど、はい、なんか前期後期で大きく変えてないんですよね、うん、変わってないですね、はい、ちょっとこの AMG のバンパー、うん、そして当然このエアカーテンのダクトなんかもついてて、で見たらこれってめちゃくちゃ奥までこの横のバーってあるんですね。あ、ここはね、はい、見えるとこだけでこう
なってるかなと思ったら、あのダミーというか、はいはい、このもうダクトの奥の奥までこのバーが続いてるっていう、はい、だちょうどこう空気を流れ込んでちょっと考えられてる、はい、そして当然 E クラスですから、はい、もう装備関係はもうフルフル、はい、はい、もう全部ついてますって言えば分かりやすいですよね。そうですね、安全装備はかなり敏感になりましたね。あ、本当ですか。はい、だから僕たち車両移動するじゃないですか、はい、で人がこうやっぱり一人運転一人誘導じゃないですか。誘導が近すぎても止まっちゃうんですよ。へえ、今までそういうことなかったんですよ。あ、そうなんですか。はい、だから誘導でこうやって近づいてこっちですよってやった瞬間にガガン止まって、あ、こんな敏感なんだと。それぐらい敏感、まあ、ゆくゆくはもう自動運転を見据えてるじゃないですか、はいはい、だから多分その辺もあるのかな。そうですね、そこの、まあ、アナウンスもあと内装で紹介できればいいんですけど、すごいこう的確にこう流れがこうウィーンっていうのが出ますので、だからセンサー関係カメラ関係もそうなんですけど、はい、その制御する部分もすごく進化してる、はい、進化してます、はい、こんな感じの前回になっております、はい、そしてどこ行きましょうか。今回の車はちょっとあのスペーサーだけ入ってるということで、はいはい、ちょうどこの斜めからの出面がかなりいい感じになってますけど、はい、そしてホイールの方は53ですから一番大きい20インチ、はい、あの標準のクーペだと19までなんですよね、はい、で本当に教科書通りこう1日ずつ、はいはい、グレード上がるにつれて大きくなっていって、トップレンジのこの53に関しては20インチ、はい、だこれタイヤめっちゃムチムチですね。そうですね、これ、はい、新車のこのっていう、はい、信じられないぐらいムチムチしてる、はい、しかもリアもっとすごいですよね。リアすごいですね、はい、で今回スペース入ってるんで、はい、もう出づらもバッチリ、はい、そしてこのホイールもあの最近このフランジのとこ厚く取るのがメルセデス、うん、AMG のなんか主流じゃないですか、うん、ここ分かります、ここをこう頑張って取る SUV とか、はいはいはい、もう何でもそうですけど、はい、ここちょっと厚めに取って、はいはい、ちょっとレーシーなホイール、はい、それをちょっとこのクーペでやってこないっていうのは、うん、ちょっとなんかキャラクター的なものもあるのかなって、うん、なんかすごく伸びやかなイメージで、このマルチスポークめちゃくちゃ似合ってないですか、うん、これでもいいし、まあ、あとはこの色気の車ですから、しかもボンドですから、はい、いじっていただいてもいいのかな。そうですね、車高落としてちょっとホイールをね、そうですね、変えてもいいですよね。めっちゃおしゃれですね、はい、そして足元は当然エアサスペンションということで、はいはい、この辺も申し分ないんじゃないかなと、はい、そしてあとはフォーマチックプラスなんで、はい、まあ、走りのところ、まあ、基本的にはこのぐらいのボディサイズの、4353、はいはい、あのあたりと全部共通ですよね。同じです、はいはい、こんな感じになっております。そしてあとは今回の車はラグジュアリーパッケージ付きということで、はい、みんなが欲しい装備3点セット、はいはい、サンルーフとブルメスターと、はい、エアバランス、はいはい、の3点セット付いてますんで、これちょっとでもあの色気の車なんでやっぱ欲しいとこですよね。あったらいいですね、はいはい、またちょっとね色の変わりがね、屋根がこう、ま、赤がこ う, こう来るよりかはちょっと分かります、ルーフがあってね、はい、黒がある方がちょっとこう黒がこう、はい、なりますから、ね、はい、ちょっとスタイリング的にもこんな感じになってます、うん、そしてサイズ的にあのここも僕結構いいかなと思ったんですよ、ええ、C クラスってちょっとやっぱりコンパクトじゃないですか、はい、かといってこう S のクーペまで行くと、うん、結構大きいじゃないですか、うん、だからそこの捉え方、まあ、中途半端って言えば中途半端だと思ったりしないですけど、いやでもいいと思いますよ、はい、もう普通のなんかミドルセダンの感覚でクーペの車乗れるっていうのはこのサイズ的なものすごくいいのかなと、うん、あとメルセデスのこのかまぼこ型のウィンドウ、はい、これ結構後ろ長いですね、ここ、はい、ここね大きいですよね。クーペなんて大体このフロントウィンドウに対して3分の1ぐらいのなんかイメージじゃないですか、はいはいはい、それがこの E クーペの場合ここまで伸びてるという、はい、だ結構ここをちょっとデザイン的に意識したのかなと思いました。そこの細さかな、そうそうそう、このなんかね、ここちょっとやっぱり太くすると、はい、なんかこう重たくなっちゃうとか、しっかり感出る、はい、ちょっとラグジュアリーな感じのためにちょっとリアウィンドウ、うん、あとは結構リアの、まあ、スモーク貼ってありますけど、うん、リアのこの視界というか居住性というかもうちょっと影響してくるのかなと、これちょっと中で確認してみたいと。結構ここがこう斜めってあれですよね、あんまないですよね。でも大体太くないですか、こっちの方が。いやでもあそこでパッと見たんですか、あの辺の色気の車そう、そう、ね、そうね、比べてるラインナップがおかしいです。そうですね、はいはい、まあ、色気の車のだから作り方ですよね。そうですよね、それこそ今、はい、まさに見てる、はいはい、LC とか、はいはい、フェラーリとか、そうですね、ああいうちょっと色気の車のちょっと車の作り方、うん、はい、結構リアのガラスがでかいと、うん、あと BMW みたいなの上げてないですからね、基本かまぼこがあったじゃん。そうですね、はい、なのでちょっと余計感じると、はい、そしてリアも、ちょっとサイズが大きくなって275ということ、はい、で19インチ の, あの450も275なんですよね、はい、ただ、まあ、インチがちょっと大きくなっています、はい、
で当然四輪エアソース。あとこれタイヤ。リアね。タイヤタタタタタ。え？これあのちょっと間違ってタイヤサイズ注文しちゃったみたいじゃないですか。これね。これでも新車でこれなんですよね。ですね。これリムガードだけこうバチンって出てるのはよくあるじゃないですか。うん、なんか普通にホイールの幅もなんかちょっとホイールより太くなっちゃってませんっていう、うん。これちょっとタイヤのあれなんですかね。横浜タイヤのこのサイズのキャラクターがそういう感じなんですかね。多分そうじゃないですか。まあ、ちょっとだからタイヤ面になってますけど、ホイールは若干こう引っ込んで見えちゃうぐらい、うん、こんな感じ、はい、でもやっぱりこうちょっと車高落としたいですね。そうですね、もうちょっと行きたいですね。ただ安すなんですぐできちゃうじゃないですか。そうですね、はい、うん、まあ、この辺お任せいただければ、はい、よりスタイリング重視もできます。そしてリアも特にあのクーペ最近みんなこう、はい、横長のやつなんで、ちょっとスタイリングも、はい、中のだってこのここら辺の細かいところなんていうかもうちょっといいっすよね、ここら辺のところなんて。そしてトランクスポイラーもついてて、はい、あとはリアバンパー、はい、意外や意外素地なんですね、ここね、はい、これちょっと塗りたいですね、ここね、黒全体で。その素地のパーツって、はい、あのグリルの中とかぐらいじゃないですか、はいはい、で後ろ結構面積大きく素地なんで、うん、まあ、車の方向性的には何色ですか。黒ですね。艶消しの黒じゃないですか。艶消しじゃない、艶ありの黒。艶ですね、はい、そして53なんで丸の2本出しということで、はい、なんかもうすっかりおなじみな感じなんですけど、僕的には、うん、63四角で、うん、4353丸っていう丸ですね、はい、こんな感じ。ただこれあの艶消しでここ黒じゃないです か、うん、だからリアバンパーが上がって見えて、ちょっとビジュアル的にはすごくスタイリッシュ、特に横から見た時の、うん、はい、には見えるかな。同色でここまであるお尻かなり重たいじゃないですか。はいはいはい、それはすごくよく考えられてデザインされてるのかなって感じ。あとディフューザー形状になってて、でマフラーもこれ本当は4本出しになってるんですけど、はい、中は1本なんですよ、はい、出口だけ4本になってる、うん、はい、でバルブとかついてないんですよね。バルブはなしですね、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、当然リモコンでも室内のドア側のスイッチでも開けられますし、はい、あとはもう定番のこれでも開けられていて、はい、そして広くないですか。結構広いですだから結構シートもちろん当たり前ですけど、はい、全然違うなというで奥行きもいやでもちょっときついですね。きつい気がします、まあ、ネット倒して工夫すればこうね倒して、はい、いけなくはないかなって気がしますけど、ゆとりのサイズかって言われるとちょっとはてなマークですね、うん、まあ、4人で行くことはないでしょうか ね、まあ、うね、はい、でもちろんこのレバーで、はいはい、4人4つか4人4つね。ただ結構フレーム飛び出てるんですね。よいしょ。空っぽなトランクスルーというよりかは背もたれの上のところ結構飛び出てるんですね。高さは本当にゴルフバッグ横にしてっていうぐらいですね、うん、ですね。なんで高さは稼げないですけど奥行きはだいぶやっぱり長いこのスタイリングのおかげでいけるのかなと、はい、こんな感じのトランクになって、あと下もあれですかね。よいしょ、ちょっと出しましょうね。はい。少しだけスペースがあって、パンク修理キットと、あとはエマージェンシーキットじゃなくてなんだっけ、ファーストエイドキット、はい、こちらが入っております。これ僕ちょっと意外だったのは、はい、下小島さん覗きました。E クーペって63の設定ないじゃないですか。うん、今のところはね、はい、けどなんか63のマフラーつけられますような空間になってるんですよ、うんうん、この下、はい、遮熱板がすっごい大きいんですよ、はいはい、そこにすっごい小ぶりな太鼓がついてるんですよ、はいはい、だからこのトランクの中もちょっとしかスペースないんですよ、うん、これなんかここでしょ、はい、びっくりするぐらい空間空いてますよね、うん、でこんなに空間空けるんだったらもうちょっとトランクちょっと生かしてくれた方が良かったんじゃないかなって買ってみたら、でもやっぱり63を考えてる、控えてるんですかね、もしかして。あとはもしかしたらそのフロアのここが共通なのかもしれないですからね。ああ、他のそうね、はい、ただちょっとそのトランクが意外や意外こう真ん中しかへこんでないじゃないですか、うん、まあ、ちょっとその辺の構造の両サイドいけたんじゃないかなって勝手に思っちゃいました、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。そしてこの内装の前にソフトクローズついてるんですよね。ソフトですね、はい、なんかめっちゃこう、まあ、当たり前ですけどなんかここ絶妙なところじゃないですか、 E セグメントって。そうですね、はい、後期だとしっかりソフトクローズもついてる。そして内装
内装ちょっとだいぶ良くないですか。そうですね、もう S とか E とかの区別がもうないですよね、内装になってくると。そしてこの赤ステッチと赤シートベルトが、はいはい、エディション1っぽいなと思ったんですよ。あ、そうですね、そんな感じしません？うん、しますね、うん、でこれが真っ黒黒だと、はい、なんかちょっと外装の色気に内装ちょっと負けちゃってる感じするんですけど、うんうん、なんか外装とバランスめっちゃ取れてますよね、うん、いい感じですよね、うん、これちょっとおしゃれだなと思いました、うん、シートもだから E のシートかっこいいじゃないですか、うん、ヘッドレストとこの肩の形、はい、これいいですね。ヘッドレストのこの横のねステッチもいいですよね。いいですね、はい、ちょっと立体感のある。そしてステアリングが後期で、はい、ちょっと形状が変わったと、うん、これさっき下見でちょっと操作させてもらったんですけど、うん、ビジュアルはすごくいいと思います、うん、ちょっとクラシックさも感じて、うんうん、操作に関しては、うん、どう思いました。あのボタンが全部つながってるじゃないですか、うん、ちょっとおもちゃっぽいなと思って。あ、そうです。操作しづらくなかったですか。操作しづらいです、うん、僕もで最初にやった時に反応があまり良くないような気がしたぐらいです、ね、どれをしてるのかちょっと分からなかったします、はいはい、ただあの僕人間アップデートされていくんで、うん、あの何ヶ月か経ったら、うん、いやこれめっちゃいいですね可能性もなくはないですそして液晶の方も、はい、左右つながって、はい、でこれ中身も一番新しいタイプですね、はい、タイプですね。でそれに伴ってコマンダーというか、はい、コントローラーの方もダイヤルがついになくなりまして、はい、他モデルと共通、うん、この平べったいやつになってると。はい、でちょっとドアも見てみましょうか。今回の車はラグジュアリーパッケージ付きということで、ブルメスターも付いてますし、これがメタルウィー、はい、ちょっとカーボン風ですけど、はい、メタルなんですね、はい、こちらのパネルになってると。でドアもちゃんとステッチが入ってて、はい、で真ん中はしっかりレザーですかね。でちょっとあの脂肪のないかなり少ないスベスベレザーで質感すごくいいですね、はい、あとはドアがやっぱり大きい。大きいですね、はい、だちょっと駐車環境と、はい、まあ、あとその出先でのスペース的なもの、はい、特に都内なんかだと、はい、コインパーキングこうドア全開にできないところとかも多いじゃないですか、うん、だからこの辺はちょっとだけその使い勝手はちょっと選んじゃうのかなっていうのは思いました、うん、まあ、クーペの定めですね、それ。そうですね、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。もうクーペなんで開口部どでかいです、はい、めっちゃ乗りやすいです。そして乗り込むとシートはもうちょっとあの柔らかいのかなと思いました、勝手に、はい、結構しっかり系です、座面も背中も、はい、ただサイドサポートは結構柔らかいんで適度にスポーティー、なんかクーペのイメージ通りですね、だから、うん、なんかこう S みたいにふかふかかっていうと割としっかり感ある、ただ全然タイトじゃないし、はい、こう割と優しくサポートしてくる。で調整自体は、まあ、おなじみのって感じですよね。そうですね、はい、割と細かく、はい、調整できる感じです。そしてシートヒーター、ベンチレーション、はい、あとはマッサージなんか、もう装備に関してはあの僕が思いつく快適装備、安全装備ほぼ全部ついてました。ついてますね、はいはい、唯一ないのがステアリングヒーターぐらい、はい、ただステアリングヒーターはないのにここのヒーターはついてるという、はい、こっちのヒーターもついてるという、はいはい、じゃあステアリングはちょっとあの冷たかったら手袋しましょう、はいはい、あとステアリング、これお分かりいただけますでしょうか、あのボタンの区切りがないんですね、うん、全体が動いちゃう感じです、うん、やっぱりちょっとね、そうですね、ボタンを押すっていうよりもやっぱ触る感覚なんじゃないかな、はい、あ操作が、いやこれだったらここ動かないで、うん、なんかあのクリックした時のこの反応があるやつあるじゃないですか、あのフォルシェのナビみたいな、ああいうのの方が良かったんじゃないかなって、少しこのグラグラ含め、うん、ちょっとこのおもちゃっぽいな、ちょっと思っちゃいました。ただビジュアルすごくいいと思います、こんな感じで。あとこのガングリップ、はい、車外のスタイルのみたいじゃないですか。ああそうね、これね、このパンチング含め、はいはいはい、レザーの質感すごくいいし、うん、全体的な印象としてはすごくなんかクラシックな感じ、はい、もういい感じですね、はい、そしてこのパドルも形がちょっとあのアルファベットの E みたいな、うん、それは完全にあれでしょう、はい、狙ってないですか、ね、狙ったでしょ、はい、ちょっと E っぽいなって今それこれちょっと思います いつか入れてやろうかなと思ってなっております。そしてもうこの辺もおなじみですね、はい、はい、で ACC も当然一番新しいものがついております、はい、でメーター周りはちょっとどうしましょうか、はい、メーターかっこいいんですよ、はい、そしてもうあのもう使い切れないですよね。そうですね、本当に全部スタイリングと表示、この辺なんかも、ああこれちょっと矢印ちょっと使いづらくなっちゃったっすね。
だからちょっとあれでしょ、クリクリがないじゃないですかこれでしょ、はい、それあの思ったの、そういう風にあの僕のカサカサの親指だと左右反応するっすけど、うん、クリクリの方がまだ使いやすかったっすね、うん、これちょっと慣れかなって反応しないですね、僕の親指だとこんな感じになっております。そしてこちら側も当然新しくなってて、はい、はい、ホームボタン、はい、こんな感じで、あとここも、うん、右ハンドルが圧倒的に優位じゃないですか、はい、日本、はい、で特に都内とか都市部の方、うん、右ハンドル選ばれるじゃないですか、も、うん、れなく多くの方が右利きじゃないですか、うん、利き手じゃない方でこう操作することになるじゃないですか、うん、ここかなっていう、そうね、あとは前ちょっと別の車種の紹介でも言ったんですけど、はい、逆なんですよね操作が、 Mac のパソコンと、あMac のパソコンとね、 Mac のパソコンのそのトラックパッドって、はいはい、こっちにあるとこれがシュッとこっちに行くんですよ、うんうん、はい、だこっちよりかも汚れちゃうけど、このこのタッチパネルの方が使いやすいかなと思ったんですよ、あこっちって結局利き手じゃない手で操作してってなるんで、うんうん、ちょっとあれかなと思いました、うん、そしてフォンフォードでアンビエントもそうですし、アンビエント64色になってますよね、はいはい、ちょっとシートコンフォートでマッサージだったりとか、その辺も全部使えます、はい、これはもうあの全部紹介すると日が暮れちゃうんで、でこのなりでラグジュアリーなのに MGS から当然この辺の細かい設定なんかも、はい、できて、トラックペースついてないんですか、あついてないです、あトラックペースはないんですか、はい、あトラックペースはないですね、はい、こんな感じになっております、はい、そしてアンビエントといい感じの、うん、はい、吹き出し口と、あれこれって E が一番最初でしたっけ、 CLS が最初か、うん、そこら辺だと思いますね、なんか最近みんな車外でない車につけたりとかするから分かんないですよね、分かんない、分かんないです、分かんないです、これもついております、はいはい、そしてクライメート関係もおなじみでしょうか、はい、はい、あとはこの辺なんかもおなじみですね、メディア関係も一通り揃ってますからね、はいはい、あとサポート関係、はいはい、カメラですね、はい、しっかりついておりますで、カメラこれ長押しですよ、あれ今小岩さんどれ押したんですか、んこれ、あそれ押したんですか、これでこうしてこれで、はい、で切り替えもできる、はい、はい、360度ついております、はい、これ長押しでもできるんですよね、はい、こっちを押すとあのパーキングのアシストが立ち上がるんですよ、はい、はい、こっちね、はい、まあ、こっち触るかこっちしてもらえば、はいはい、切り替えられる、あここの長押しってねあんまり、そうですよね、そうですよね、あの知られてないというか、はい、あれですね、まあ、サイズ的にそんなにカメラ対応するかっていったらあれですけど、はい、まあ、一応サポート関係でフルフルでついてると、はい、そして置くだけ充電も、はい、なんか最近あの部品供給の関係で置くだけ充電が軒並み外されてるんですか、外されますね、はいはい、しっかりついております、はいはい、であとドリンクホルダー USB もついててシガーソケットもついております、はいはい、そしてあったかくなるこのアームレストの中は割と容量があって USB Type-C が2ケースついております、はい、そしてペダル、これあの CLS も GT も全部共通ですよね、はい、あの右ハンドルになると漏れなくフットレストがちっちゃくなるという、はい、半分サイズになっちゃう、はい、これ左ハンドルの設定がある車は左の方がちょっとペダルレイアウトが、うん、あと今日カメラマンにあの指摘されて気がついたんですけど、うん、ステアリングのセンターが若干こっち行ってんですね、はい、そうなんだ、はあ、それがペダルが、うん、こっちに行ってるかこっちに感じるかわかんないですけど、うん、真ん中に座ると、うん、ステアリングがちょっとこのぐらいちょっとずれてる気がするんですよ、真ん中が、はい、ちょっと後で座ってください、全然気がつかなかったなそれ、で僕も気がつかなかったぐらいなんで、うんうん、あの改めて言われないと気がつかない、いろいろ乗せてもらったんですけど今までそんなこと一回も、うん、改めて今日ちょっとずれてないですかって言われて、うん、あ確かにと思って、でもそんな支障があるわけじゃないですよね、ないですないですないです、うん、でもみんな車が車全部ドセンターかっていうとそうじゃないし、 あと車外のシートなんか入れるとちょっとどっちか寄っちゃったりなんていうのはあるあるなんで、うんうん、そもそも人間真ん中座らないじゃないですか、うん、はい、そうね、はい、うん、なんでそこは全然大丈夫だと思うんですけど、僕がこれを言ったばっかりに後で気になっちゃう方がいたら本当すいませんって感じです、うんうんうん、それすいませんだねそしてダッシュボードは全部レザーで、はい、ヘッドアップディスプレイもついてて、はい、そのまま天井に行くと、はい、この黒いタイプのファブリック、はい、バイザーはこのビニールのタイプです、はいはい、そして今回の車はドライブレコーダーも入っております、はい、モニター付き、そしてサンルーフ結構でかいっすね、そうですね、はい、
これシェードも全部電動タイプですよね、はい、わでかこれはちょっとつけた方がいいですね結構いい、はい、ですねこんな感じのがついております。じゃあ続いて後ろの席はもう小島店長が乗り込んでますけれども、倒すとそのままマイクやつですよね。なんか意外というか広い、広いですね。やっぱり C クーペよりか全然、もう全然です。ただルーフちょっと低く外から見ると感じるんですけど、まあちょっと低いですね。小島店長的には全然大丈夫、全然大丈夫です。身長168センチだったら大丈夫です。前も大丈夫です。でもアームレストないですね。あ、出せないんですね。ないですね。そもそもないんです、ね、はい、肘掛けと、まあ、シートの広さは全然あれですけど。シートのクッションとかどうですか。クッションはそうですね、腰がここは深いですね。なるほど。だからちょっと、うん、もう猫背になってすぴったりくっつく感じですね。じゃあ割とこうホールドは良さそうな感じですか。ホールドはいいと思います。でもなんかちょっと欲しいですね。なるほど。アームレストちょっとなんかどうだろう、うん、ちょっとなんかそわそわしちゃう感じですね。そしてやっぱりこのウィンドウが後ろまで切れ込んでるんで、うん、ちょっとこの開放感とか開放感はありますね。少し軽減されてるのかなっていう感じはしますけど、はい、でもちょっとあれですね、窓開けるの欲しいですね。あ、後ろから開けられないんですね。後ろから開けられないですね。なるほど。だからまあそうですね、 S だと開けられるのかな、なんかついてた気がするな。あれないのかそこはいいです、はい、一人で完結するのやめてください。そうですね、はい、でもちょっと欲しいところです。調べて入れときます、はいはい、欲しいと思います。なるほど。で装備的なものはエアコンの吹き出しと、そうですね、 USB とかあるんですか。ないですね。ない。 ありますあります。ここに、あ、開けたところに、はいはい、ありますね、はい、だ全然快適かっていうとちょっとあれですけど、まあでも広さは5点です。なるほど、はい、あ、5点、うん、5点ですね。いや4点、 4.5 です4.5 です、はい、4.5 点だそうです、はい、でも全然快適に乗れると思います、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見ていきたいと思います、はい、ありがたいことにこちらの53も、まあ、43もそうなんですけど、はい、何台も紹介させていただいているんで、はい、私ツッチーパフォーマンス、はい、また同じことを言います、はいはい、一応直列、はい、6気筒、はい、これが 2996cc、はいはい、直列ターボですね、はい、で馬力の方が435馬力、はい、トルクの方が、53キロ、はい、44V のマイルドハイブリッド、はい、ISG と組み合わせたものになります、はい、で一応6気筒が今すごく見直されてるんですよね、うん、メルセデスもすごく久しぶりの6気筒だったと思うんですけど、はいはい、今まででどうしてもそのスペース的な問題で、うん、V 型が割と優位だったんですけど、うん、まあ、環境性能だったりとか、はい、まあ、あとその環境負荷、うん、やっぱり V 型ってその腰上が倍というか分割されるんで、うん、部品点数が倍になるじゃないですか、うん、その辺の関係もあって、はい、やっぱりその直六の方がパーセン数も少ないし、はい、ってことで、ただスペース的なものが今まで問題だったんですよ、はい、私も長くなっちゃう、はい、でそれがなんか今までの5気筒分ぐらいのサイズで6気筒がいろいろその技術的にね、はい、進化してできるようになったらしいです、はい、でこのエンジンの特徴としてはその ISG もそうなんですけど、ベルトレスなんですよね、はいはい、そうですね。なのでちょっとその辺の進化もあって、はいはい、だとはちょっと毎回これも同じ、もう過去何回言ったかちょっと数え切れないぐらいで恐縮なんですけど、はい、私のマイナスポイントとしては、はい、クランキングはしないという、はい、そうですね、はい、クランキングおじさん、そうですね、クランキングおじさん、ミッションとエンジンの間のその ISG、はい、その電動の 44V のモーターの方、はい、モーターというか、はい、電動の仕組みの、はい、でそのままエンジンかけちゃうんですよね、はい、そうですね。だから現行の RS6 とかもそうですし、はいはい、最近フェラーリとかもハイブリッドになったんで、はい、キュキュはないんですよ、ね、ないですね、はい、うーんってエンジンがかかるという、はいはい、まあ、ちょっとこれは改めて今日乗ってみて、うん、まあ、でもそれがないことによってすごいレスがね全部なくなって、ね、すごく効率が良くなってるんですけど、ものすごく寂しさを感じている、うん、はい、人がここにいますよ。ここにいますね、はい、いやでもそれはね、やっぱりお声は聞きますよ。本当です、はいはい、こんなエンジンになっております。続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。よし、行きましょう。言いたいことは分かります、はい、言いたいことは分かります。もうちょっとエモーショナルが欲しいです、はい、これもなんか音とか作ってんだから、これも作ればいいのにね。ああ、車内だけキュ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 ブーン。そう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 、全てがね、バーチャルリアリティになりますよ、これ。そうですね、はい、で、ちょっとネタバレをすると、ネタバレというか、はい、正直に言うと、はい、前回の内装を撮った時から1週間ぐらい経ってますか、はい、2週間経ってる、ね、2週間経ってます、2週間経ってます、はい、ちょっと内装店舗内で撮った時に何て言ったかちょっと忘れました。まだ編集してないんで。そうね、はい、うん、なんでちょっと日本撮りした時だっけ、あれ日本撮りか、日本撮りした時ですね。あ、そうだね、ちょっと言ってることが整合性取れないからそうですね。じゃああくまで今日現在の、はいはい、レビューでお届けしたいと思います、はいはい。で、クーペあれなんですよ、639で、これが一応トップレンジになると、はい、そうですね、はい。で、モード切り替えもスポーツプラスまでなんですよね、はい、63みたいにレースがあったりするわけじゃないんで、はい、完全 FR ができないということで、はいはい、まあ、その辺ちょっとキャラクター物語ってるのかなと、うん、はい、あとはいろんなレビュー見たんですけど、はい、やっぱりとんがってない、うん、要は GT 的な車の、まあ、キャラクターっていうにはちょっと足は硬いし、うん、じゃあ逆に63みたいなすごくパンチがある走りをできるかって言ったら、うん、そういうわけでもない、うんうん、はい、ちょっと絶妙な立ち位置、立ち位置ですね、なるということで、はいはいはい、ただ悪くないんじゃないかなと思うんですよね、全然。それっていろいろGT とかも乗らせてもらってますけど、うんうんうん、GT カーとか、うん、この上の S クーペみたいなちょっとラグジュアリーな感じを求める方だと、うん、ちょっと足りないのかなっていう気は。でポジション的には一番いいんじゃない、ここに63があっちゃうと S63 があって E63 があって、そうですね、多分バッティングするとこも出てくる、うんうん、出てくるんで、うん、ただ今回はちょっとこの目立つ外装と豪華オプション、うん、はい、なんで車的にはかなりいいんじゃないかな、うん、はい、この前も昨日もかな、はい、色付きの車を納車したんですけど、はい、まあ店舗からお客様でお見送りするじゃないですか、はい、走ってる姿って色付きの車ほんとかっこいいです。ショールームで見るよりかは、わかります。本当走ってる時は本当かっこいい、はい。街の中の車って圧倒的にその色気が少ない車の方が多いじゃないですか。はいはいはい、そんな中でやっぱり赤とか青とか、うん、はい、ちょっと目を引くカラーってやっぱりそれだけでいいですよね。うん、それだけでいいですね。はい、で今回はその、パタゴニアンレッド、はい、これオプションで10万円超えてくる、はいはい、そうですね、オプションカラーですから、その辺もかなり魅力なんじゃないかなと。まあ、あとは台数少ないですからね。台数少ない。今日現在中古車情報サイト見たんですけど、はいはい、後期 E クーペ、はい、53は3台だけでした。3台ですね、はいはい、かなりいいところなんじゃないかなと、はい、あと今回本当はこの進化してる後期の ADAS の部分とか、はい、アクティブブレーキアシスト、はいはい、なんか車線もまたいでこう、はい、曲がる右折の時とかで、うんうん、その対向車とかも見てくれるらしいですね、うん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 、その辺とか、あとはその緊急回避 その補助システム、はい、要は避けられない止まれない障害物があった時とかにスターリングのこうサポートして、うん、で戻してくれるところまでやってくれるんですよね、うんうん、やってくれます。そういうのはちょっと公式の動画も見ないで、そうそう、はい、ちょっと高速はね、はい、あれですからね、よろしいでしょうか、はい、あとちょっとやっぱりフットレストのこのちっちゃさは右ハンドル少し気になってしまいます、うん、私、うん、でもパーキングをさ動画撮ってる人たちって俺らぐらいかなと思いますよね、はい、私たちぐらいかなと。あんまり見ないっすね。なんでただ使ってる人もあんまりいないかもしれないねまあまあね。ただあれ白線見るタイプとコメントでいただきましたけど、うん、白線見るタイプと隙間を見るタイプなんかあるみたいで、うんうんうん、その辺で結構その、まあ、場所にもよると思うんですけど、うん、動きが結構違ってくるみたいですよね、うん、でもこれがさ、はい、何十年後かにまたさこの YouTube 見た時にさ、まだこんな機能なんだっていうね、はい、今最新な感じで思ってるけど、はい、そういう時代が来るのかなと思うと楽しみですけどね。あ、もう出足から結構、うん、正直言うと結構作られてるサウンド感じますね、うん、まあいい音はありますね、感じますよね。今スポーツですか。今モードはスポーツプラスになってます、うんうん、
コンフォートっていうかアイドリングも全然音違うっすね、うんうん、アイドリングでもこれは この車に限らず違くないですか。いやいや、もっとなんかそのもちろんその V8 のあれだとあからさまに音大きくなるじゃないですか、うんうん、でもこれでも全然、うんはい、とりあえずコンフォートから、コンフォートからですね。あとコースティング結構最近意識して乗ると、うん、確かになって思うことが結構あるんで。コースティングというと、要はその惰性で走ってる時に駆動を切り離す、あ燃費とか稼ぐために、はい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 、今結構いろんな車ついてるじゃないですか、うんうん、で駆動を切り離しちゃうと結構その不安定になるっていう、うんうん、要はそのコーナーとかもそうだし、うん、加速したり減速したりしてるから車って安定するっていう、うんうんうん、だそれがその惰性で走っちゃうと、うん、要はマニュアルの車でニュートラルに入れちゃうと、うん、惰性だけなんで車の安定がなくなるっていう、うん、あんまり意識して走ったことないですけど、車によっては確かになっていうのはたまにあるんですよね、うん、それをこの最新技術の車で感じられるのかな、分からないです。特に僕の感度じゃ分からないです。いやいや、このスピード感だとは分かんないかもしれないね。そうですね、そうですね。車的にはもう100点ですよ、うん、こんなの、うん、僕が言うまでもなく。いやまあね、うん、SS がね、やっぱりどうだっつって作ってるわけですし、あとやっぱりアイドリングストップついてると、うん、こう止まるそうで止まりそうで止まらない再スタートの時に、うん、一瞬もたつくじゃないですか、うんうん、だからこれちょっとやっぱオフにしたいですよね、いつも思います。止まっちゃったら別にどうでもいいんですけど、うん、だってベンツは比較的感度がいい意味で良くないよね。あ、うん、そうそう、このぐらいの時からこう再加速する時にちょっともたつくっていう、うんうん、まあ、できればちょっと振りたいなっていう、はい、で今コンフォートね、結構あれですね、固めっすね、足やっぱり足はね、はい、うん、でも全然乗れちゃいますけどね、うん、他のもっと柔らかい車あるよねっていう感じはしますね、うん、特に細かい段差、うん、これもレビューで書いたの多かったですけど、もうちょっと速度レンジ高くしないと、うん、やっぱりちょっとその進化を発揮しないというか、うん、でもやっぱ硬い感じはしますね、ちょっとこうコツコツって感じしますよね、うん、多分これもっと高速とか、うん、はい、なってくるともっといいんだろうな。ただそっちに行くと今度何ですか、走りの部分って加速だったりとか、うんうん、ただターボもついて電動のスーパーチャージャーもついて、うん、さらにはその ISG でしたっけ、うん、はい、のアシストも入ってるんですよ。でなんか資料見たら ISG って変速の時のアシストもしてるらしいですよ、うん、あ、そうなんだ。要は変速の時って一瞬そのトラクション抜けるじゃないですか、うんうんうん、あの時にもうちゃんとこう、うん、サポートして変速をそのスムーズにさせるっていうのをやってるみたいです。まあ確かに何速入っていくかもわかんないもんね。かなり急速ですからね、もう、うん、この先に学校があります。いいですか、どうぞ。うわー、スムーズ。63みたいな、うん、わーっていうのはないですけど、うん、もうスムーズで気持ちのいい加速、ちょっとね、モーター音がする感じするね。そうですね、キューンってね、モータウンというか、まあ、ちょっと作られてる感じ、うん、ね、はい、うん、感じます。ただこの今の時代の多分、うん、ベストな選択なんだと思います、うん、これ何の不満もないですもん、うん、もう本当にあと好みの部分、うん、その生のそのサウンドとか、うん、もうちょっとアナログなところを感じたいとか、うん、でももうこの先って EV じゃないですか、うん、はい、ここが今現状の落としどころかなと思います、うん、スポーツにしますか、スポーツにしますか。あと 48V のこのマイルドハイブリッドじゃないですか、うん、これってなんでその 48V なのかなと思ったら、うん、なんか 60V 超えると別のその安全装置っていうか安全の仕組みが必要らしいですよ、うん、ああ、じゃあそのギリギリというかその規定内での範囲があるってことですね、はい、要はエンジンルームとかのオレンジ色の配線とか、うんうん、トヨタの車とかあるじゃないですか、はいはい、ああいうのが別途必要になってしまうんです。まあ、いろいろ知らないところでね、規制がありますからね。あ、スポーツ結構硬いっすね、うん、コーナーでも全然ロールしない、うん、いや、なんだろう、これやっぱりあれだね、走ってる時にあ、首からこの風が合わすか、うん、で止まると消えるよね。そうっすね、すごい優秀だねこれね。
常時こう冷たいのが出てるわけじゃないっていう。ああ、そういうことなんですかね。じゃないの、走ってるとウィーンって回ってるけど止まるとピタッと回るもんね。確かに。あとはメルセデスなんかこう一生世話にならない機能多すぎじゃないですか。あの事故した時になんか細かく守るやつとか、うん、まあ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 ね。でもまあそういう技術があってのメルセデスじゃないですか。必要なものだけ作っててもやっぱりね、必要じゃないところからすごい発見ができたりとか、技術が発達したりしますから。いやちょっとどこからでもスムーズっすね、うん、出足もそうだし加速も。いやプラス全然早い、スポーツプラス。なんだろうな、なんだろうな、出来すぎくんなんですよこれ。そうそう、出来すぎくんなんで、ね、なんかこう、うん、なんかもうちょっと不良な感じを求めてしまうんですけど、うん、この車のキャラクターでいうと多分これが多分大正解なんだろうなと、うん、ただあとは本当にその GT カー的なもっとラグジュアリーな感じを、うん、あの求めてる人だとちょっと硬い気がします。やっぱりいろんなレビューありましたけど、硬いというと足回りが、足回りがちょっと突き上げが、ただ全然乗れますよ、うん、ただもっとなんかこうソフトだったらいいのになっていう、うん、そうかな、そうかな、うん、でもそういう方はもう S クーペなんでしょうね多分。あ、サイズ感で言ったら昔の S クーペとそんな変わんないもんね。そうですね、うん、でっかくなりましたからね。曲がっていっちゃっていいですか。あ、でもこの前、はい、ここで話していいか分かんないですけど、はい、あの若い子たちが、はい、若い子って言ってあれなんですか、お客さんなんであれなんですけど、はい、車を買いに来てもらったんですけど、はい、試乗したんですよ、はい、これどこで見たことあるとかって言って、はい、あ、これ YouTube で見たことある、あ、ここ走ってるんですかって言って、試乗コースと全く同じなんで、そう、うわやべ、試乗コース YouTube コース走ってるわなんて言ってくれて、はい、ちょっと嬉しかったですね、なんか、まあ、その見たことあるところが出てくるとちょっとテンション上がります、ね、そうそうそう、そういう風に言ってね。でも初めての車、あ、そうなん、初めての車で就職されて車を買うっていうんで、はい、来られて、よく見てますなんて言って、ありがたいです、ありがたいです本当に。いやでも出足めっちゃいいっすね、うん、でもね本当にコメントのしようがないですよね。いや改めてちょっと5、3、まあ、4、3も何度か乗せていただきましたけど、うんうんうん、改めていろんな車乗った後この5、3乗ると、うんうん、この出足の良さすげえびっくりしますよ、ね、あ、そう、うん、なんかあの本当に純粋なガソリン車みたいに、うん、あの何ですか、トルクが出るとこまでが速い気がします、うん、すごく、ある程度のガソリンの車ってちょっと回転上がってこないとこう加速感出てこないじゃないですか、うんうんうん、そこ補助されてる感じなんでね、されてますね、もう1000回転ちょっとぐらいからなんか普通になんかトルク感をすごく感じる。でも実際なんかトルクも1000後半ぐらいからピークなんですよね、うん、もう5000何千回転までずっと出っ放しなんですよ、うん、だからやっぱ高回転エンジンとか低回転エンジンとか強いわけじゃなくてもうフラットだよね、うん、だから全部その ISG と、うん、あの電動のスーパーチャージャーとターボで全部足してますからね、うん、いや最新だね、いいなあ、これ所有できたら幸せですよ、うん、でやっぱ車でそうだけどハイテク器具だもんね、だからやっぱり今のハイテクを積んだ車、そうですね、ですよね、だいたい家で考えたら家のソファーにベンチレーションがついてて板がついててオーディオがついててテレビがついててないですからね、ないね、うん、いやスムーズ。でも昔だとさ、はい、ナビゲーションがさ、はい、2、30万した時代で考えたらさ、はい、家でテレビの2、30万ってすんげえの買いちゃうもんね。そうですね、今2、30出したら本当に70インチ、80インチのすげえいいやつ買えるんじゃないですか、うん、昔1インチ1万円とか言われてますか、うん、早い、うん、あー結構3000ぐらいだともう結構いいやつしますね、うん、
車が優秀すぎて、うん、なんかもうで車と音のバランスがちょっと違くない？そうっすね、うん、あとは正直ワクワクはないって言ったらあれですけど、うん、ワクワクは弱いっす。もう頭が良すぎて、なんて言ったら、うん、やっぱできすぎくんなんですよ、うん、なんかアウディみたいにもう何しても大丈夫なんだろうな、うん、ちょっとジャジャ馬感が全然ない、ね、ないっすね、うん、これはクーペですけど、はい、例えば奥さんと旦那さんで乗るにはいいんじゃないですか。あ、それいいと思いますよ。だからマルチな使い方の方がいいと思いますよ、うん、本当にもうお子さんが成人されて、うん、もう夫婦2人で別にドアそんなにいらない、うん、荷物も詰めないっていう方にはもうベストじゃないですか、うん、ベストだね。適度に楽しめて、うんうん、で言っても63ってものすごいとんがってますけど、うんうん、やっぱりいろんなものを捨ててるじゃないですか。まあまあね、燃費とか、はいはいはい、だからそう考えると、うん、まあ、とんがってないっていうのはいい意味でもあり、悪い意味でもあり、いい意味でもあるかなっていう。だそこまでいらねえよって方で、はい、でもやっぱり普通の車よりちょっと味が欲しいなっていう方だったりするのはいいかもしれないですね。あと車の特別感は半端ないですよ、うん、目立つし、うん、はい、でも E53 クーペの時点でだいぶ目立ちますよ、うん、僕振り返りますもん。お、目立つしっつって、うん、おっつってね、はい、それがこの色だったらもう二度見しますもん、うんうん、でやっぱり車って色気があるといいよね、やっぱりね。そうですね、うん、ぜひちょっと、まあ、もちろん白黒シルバーかっこいいですけど、うん、ぜひちょっとその遊ぶ余裕がある方は色でもちょっと遊んでもらって、うん、いや多分ですけど出てこないですよ、これ中古でもうこの色の高3ってでもはい、これは直接お客様から買い取りさせていただいたんですけど、はい、そのお客様もおっしゃってました。ディーラーの営業マンから 言われたって、はい、初めて注文したやつです、まあ、ほぼありません日本にそうっすよね、はい、パーキングアシス探しましょう。じゃあ、はい、あ、もうちょっと先行く。あ、いっぱい見つけますね。はい、行けますね。あ、これはやっぱり操作しないといけないやつなんですね、うん、ちょっと心配。操作は、あ、でもバックは1回必要なんでしたっけ。あれ、ウインカー勝手に出してるの。出してます。片方しか出てないんだね。あ、怖いブレーキ踏んでます。踏んでないっす。踏んでないっすか。あ、シフト操作も全部やってくれるんですね。あ、でも何もしてない感じですか。してないっす。でも結構ギリギリまで詰めますね。あ、でもね、センサーは、あ、そう、ラインをこうやって引くんだ。結構優秀じゃない。ここは斜めってないっすか。危ない結構ドキドキします、はい、ブレーキサポートは必要っす、はい、もう一回。あ、もう一回やってくれるみたい。もう一回やってくれるんだ、はい、結構あれだね、ちゃんと最後までやってくれるんだ ね。 そうですね。今までだと一回もう入れちゃったら、はい、おしまいでしょ。あ、だクリープ結構早いんで、うん、ブレーキはちょっとサポートしてあげないとあれですね、うん、終了しました。終了。いや、結構いや、俺多分これいいと思うよ。本当点数いいと思う。だってやり直し機能今まで一回もなかったじゃん。確かに。おお100点じゃないこれ。小田さん100点だね。ついに出ました。100点。100点満点出ました。100点、まあ1回しかやってないですけどね、うん、これすごい。100点はちょっといいですかな。95点ですね。なんでそのマイナス5点は。あのクリープがちょっと早い早い。あとはその切り返しするにしても、うんうん、車ギリギリまで結構行くんですね、うんうん、え、大丈夫大丈夫ってちょっと思わせて。あ、ちょっと心配がなっちゃうっす、うんうんうん、もうちょっとゆっくりこうバックとかもしてくれて、うんうん、もうちょっとゆとりを持ってやってくれたら、うん、ちょっと心配になりました、うん、だブレーキ本当にずっと気にしてないと、うん、ボルボとかってなんかもうほっといても大丈夫だなって感じですけど、うん、ちょっと結構攻めるなって感じがします。本当に、はい、でもだいぶすごいですね。でも前にも言ったけど、でも本当にその車を移動したりとか車両移動して、うん、移動する社員が近づくだけですぐやっぱ止まるんで、多分絶対ギリギリまで攻めても大丈夫ですよ。でもそれだけセンサーがたくさんついてて制御してるってすごくないですか、うんうん、恐れ入りました。進化してるな。今まで乗った中で、うん、完成度って言ったら一番高くないですか。いや平均点っていうかその
トータルバランスはめちゃいいと思いますよ、うん、本当に。でもこの辺ってなんかみんな最近すごく完成度高くないですか、うんうん、さっき言ったその3シリーズの、うんうん、何でしたっけ40か、うんうん、はあ、あとアウディの S モデルとか、うん、その一番上の1個手前のやつってめちゃくちゃ完成度高いですよ、うん、で刺激をそこまで求めない方はぜひ。もうダメな、ダメっていうか僕的な残念ポイントでいくと、うん、クランキングの音と、うん、このちょっと若干作られてる音、うん、はい、そこだけかなっていう、うん、買うか買わないか。いや予算があるんだって書いてあるし。あ、本当に。いやこの辺ってやっぱり僕前も言ったかもしれないですけど、うん、あのうち駐車場の関係もそうだし、うんうん、まあ、予算的にも2台所有って厳しいんですよ、うん、はい、で会員さんも乗れて、うん、自分も楽しめる車ってなってくると、うんうん、この辺ですっごくいいなと思うんですよ、うん、でベースモデルだとちょっと物足りない感じするじゃないですか、うんうんうん、やっぱり車好きとかちょっとその走るの好きな人だと、うんうん、かといってトップレンジのその63これないですけど、うん、63まで行っちゃうと、うん、ちょっと63乗るには音でかいし、うん、ちょっとパワー出すぎてるし、うん、今ガソリン高いの燃費もちょっとあれだなっていうところもやっぱりあるじゃないですか、うんうん、そう考えるとこの53とか43とかってすっごくよくできねえなと思います、うん、1台でだってこなしちゃうじゃないですか。そうね、うん、1台で全てこなして、うん、しかもおしゃれに乗れる1台ですね。そうですね、本当に言うことないです。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけど、はい、やっぱりちょっとクーペ良くないですか。あ、そう、あ、そういうふうですね、はい、はい、クーペいいなと思う。いいな、ちょっとあの日本のこのクーペ人気のなさをちょっとどうにかしたい、うんうん、どうにかしましょう。どうにかしたいです、はい、そうするとこうやっぱり中古車市場もいろいろこう、はい、いやクーペが人気ないわけじゃないんじゃないですか。本当ですか。でも明らかにこうなんかワゴンセダンの影に隠れちゃってるじゃないですか。だ登録台数がもうなんかこう、ああ、だからそう、どうなんですかね。いや、僕でもクーペ人気ないってことは、あ、でもそうか、そうか。今日自分でこう問いかけて自分で納得するとない。いやいやいや、はい、まあでもね、個人的にはクーペ大好きなんで、ちょっとこの空間の贅沢な使い方の良さと、あとこのスタイリングの良さは今回ちょっと改めて再確認しました。で、僕の希望としてはもうプラスアルファちょっと触りたいなと思いました。あ、これね、ローダウン、これね、はい、じゃあやっぱりこのスタイリングいいんでちょっと腰高感感じちゃうじゃないですか。で、アサスなんで割とこう費用も抑えて、足回りごっそり交換とかじゃないじゃないですか、はいはいはい、火を抑えてこうローダウンできるんで、まあ、そこはマストかなと、まあ、でもうち的にはそのベース車両としては最高の車なんで、いや、もう最高ですね、すごいいい僕らの提案ができるんじゃないですかね、はい、これちょっといじったらめちゃくちゃかっこいいのも仕上がりそうなんで、はい、なんかあれですね、しばらくしてこれがいじった車がちょっと動画に出るそうです、ね、もしかしたらあるかもしれないですね、はいはい、もちろんあのそういったご用命いただいて、はいはい、カスタムの紹介もさせていただくと、ね、はい、いいかなと思いますので、はい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はメルセデス AMG E53 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。